暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。フランスの哲学者のパスカルという人がパンセという著書の中に、人はみんな幸せになりたいと願っている、たとえこれから自らの命を絶とうとしている人たちもそうであると言っております。確かに私たちはみんな幸せに生きたいと願い、私たちが不幸せにならないようにいろいろな手段を使って家庭を営んだり仕事をしたりお金を儲けたり健康のために手段を講じております。ではどんな人が幸せなんでしょう。お金を山ほど持って好きなことができる、立派な屋敷に住んでいる、贅沢三昧をしている人が必ずしも幸せとは限りません。その反対に、貧しくても病気がちであってもいつも微笑みと優しさとそして明るさを忘れないでいる人たちを私たちはたくさん知っております。まだ日本が物質的に貧しかった時、一人の中学生がこんな作文を書いておりました。宿題のない土曜日の晩、おこたに入ってみかんを食べながらテレビを見ている時、僕はとっても幸せです。この中学生が作文に書いたように、幸せっていうのは私たちが良いものありがたいものに取り囲まれている状態、それを指して言っていると言ってもよいかと思います。幸せはいつも自分の心が決める、これは相田光雄さんのお言葉でございます。同じ状況でもその状況の中に良いことありがたいことを見つけることができる人と、同じ状況を悪くしか取れない、またその中で悪いものしか強調できない人、その分かれ目が幸せ不幸せの分かれ目と言ってもいいかもしれません。アメリカで昔生活をしておりました時に、一人の神父様が笑いながらこんな話をしてくださいました。まだトースターがなかった時代、その修道院ではたくさんの修道僧の朝食のためにトーストをオーブンで作りました。料理当番が時たまうっかりしていて黒焦げのトーストができたことがございました。その黒焦げのトーストも普通に焼けたトーストと交えて大皿に盛って、沈黙のうちにいただいている修道僧のところを回します。たまたま一人の修道僧は黒焦げのトーストに当たりまして、そうでなくても機嫌の悪い朝のこと、修道僧は舌打ちをしながら渋い顔をしてトーストを食べ始めます。ところが隣の修道僧も同じように黒焦げのトーストに当たります。その修道僧は黒焦げの方をじっと見てからやおら裏返して、あ、片側だけでよかった、ありがたかったとつぶやいたというお話でございました。どんな時にこのお話を伺ったか
今でははっきり覚えておりませんけれども、黒焦げのトーストの話はその時以来私の心に焼き付いて、難しいこと嫌なことにぶつかった時に黒焦げの部分だけを見るのでなくて裏返してみて、片側だけでよかったとつぶやくことができるゆとりとユーモアを私に教えてくれました。幸せに生きるのにお金はいりません。必ずしもいりません。例えば朝干した洗濯物が夕方パリッとしているのを取り入れた時の充実感、晩の食事に好きなおかずが出てきた時の嬉しさ、または新幹線の窓から富士山が見えた時の喜び、これらにはお金はいりません。幕末の歌人に立花の明美という人がおりました。で、この人の歌に、楽しみは朝起き入れて昨日まで、なかりし花の裂ける見るときというのがございます。たった一輪の花でございますけれども、昨日まで咲いていなかったのが今朝咲いていた、なんて美しく、なんて嬉しいんだろう。本当に私たちを幸せにするのは必ずしもお金だけではございません。あるところに一人の王様がおいでになりました。立派な宮殿に住まい、多くの家来を持ち、それこそ何不自由ない生活をしていらっしゃいましたけれども、心が満たされてない、幸せでなかったんです。そこで国中の学者、知恵者をお集めになって、どうしたら自分が幸せになれるかお尋ねになります。そしてその人たちが言うことを実行なさいますけれども、一向に幸せになれません。ある時、年を取った外国から来た一人の人が、王様、幸せいっぱいの人のシャツをもらってきてごらんなさい、きっと幸せにおなりになりますと申します。で、その日から王様の幸せいっぱいの人の探し物始まります。ある日、野原を通っていらっしゃるときに、本当に幸せいっぱいそうな羊を飼っている牧道にお会いになりました。王様が牧道に、お前は幸せかとお尋ねになりますと、牧道が、はい王様、お日様は暖かく照っててくれます、羊はおとなしく草を食べててくれます、そして村の人たちはみんな親切で、私は本当に幸せです、幸せいっぱいですと答えました。そこで王様が、お金を出すからお前が着ているシャツを私にくれないかとおっしゃいますと、牧道は困った顔をして、すいません、王様、僕はシャツを着てないんですと答えたという話でございます。で、この話が私たちに教えてくれているのは、幸せというものは必ずしも財産、地位、権力にかかっていないということ。そしてもう一つは、幸せというものは人からもらってなるものではない、幸せはいつも自分の心が決めるということだと言ってもいいかと思います。在学中は健康そのものだった一人の
学生が卒業してから間もなく病気を持っていることが分かって入院をいたしました。勤めていた会社も辞め、どうして私がこんな目に遭うんでしょう、愚痴をこうしておりましたけれども、しばらく経って私に手紙を書いてくれました。シスター、やっと外出許可が下りました。久しぶりに地面を歩いた時には心が躍りました。今の私には当たり前がすべて輝いて見えます、とその卒業生は書いておりました。お掃除、洗濯、お使い、めんどくさがってたことが今は輝いて見える。果たして今も輝いて見えているのかどうかは分かりませんが、私たちは物を失った時に初めて当たり前のありがたさに気づきます。今世界の人口は65億ほどでございますが、それを100人統計的に整理いたしますと、高等教育に通える人はそのうちのたった一人です。私はよく学生たちに言うのは、あなた方は99人の高等教育が受けられない人たちのためにも一生懸命に感謝して大学教育を受けるんですよ、ということを申しております。私たちがとかく当たり前として流してしまっていること、それを時たまでいいですから当たり前でないありがたいことなんだ、そしてその当たり前を輝いてみる眼差しを忘れたくないと思います。きっと幸せになる秘訣がそこにあると思うからです。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。三条の説教、マタイ5章8節。